うしてもねやっぱあるんで、あ対してこちらはもうドラもね順調飛び切って順調ですね、はい、1枚切れなのが程よいですね。どういうことですか。ダブトンが重なったのが1枚切れた後なので。なるほど。あのなんていうのかな、割合簡単に出てくる状況になってるってことですね。そうですね、はい、スーソチーからあったりしますかね。うん、してもダブトンはやっぱりちょっと盲点だよねと。メンツができないですね。うん、ここでドラをリリース。すでにドラの9万が場に3枚見えています。ホンダもだんだん形になってきている。うん、差し駒であるぞ。目いっぱい持ちます。差し越し五郎も見たいけど、はい、やっぱりちょっと統一がね重いのでっていうところもありますね。登場もちょっとツモが噛み合わなくなった。ありますね。スーピンとかを切る感じですか。そうですね、仕掛けてさばくのか。あ、ローマン縮めた。うん、うん、このどんどん3局2本場ちょっとツモが噛み合わない4選手、うん、4選手がね噛み合っていなければ噛み合わない代表は太郎選手ですけどね。うん、ない。イースーマンかイースーピンか。選択ですね。イーマン1枚切れ、イーピンも1枚切れ。まあ、手の内からリャンマン払ってきたところはちょっと気になりますね。はい、ってことはイーマン持たれてる可能、イースーマン持たれてる可能性あるなとなるとリャンピンつも切りになりそうだが。太郎の捨て牌もやっぱりちょっとピンズの下持っててもおかしくないんで、はい、難しいところですよね。うん、ここはイースーピンを選択しました。空想切りちょっと引いたかな。うん、いや、タイヤをで仕掛けるのもシンプルに向かいましたかということですね。無理なく親の安牌切っていって無理せずみたいな。これで両面両面三面ちゃんの両シャンテン。なるべくなんだろうな、終盤で無理なく押したいので、はい、タイトに構えてっていうとこですかね。形はいい。うーん、形はいいけどツモが悪い。さあイシャンテン、どう打ちますか。両層が1枚切れ。確かにイーソー打つとかもありますね。うん、イーソーも一応 1,2,3 も残すしポンテも逃さず両マンもありますもんね。うん、嘘だ。これは3色とダブトンの仕掛けってことですね。そうですね。太郎は赤嘘もポンせず、先ほどのウーマンもチーせず面前での勝負にこだわります。ピン3ピン、どっちも切れやすい。これ両層も今もあるな。うん、ありますね。トンもあるんですよね。ありますね。これ関両層ってやっぱりね、赤嘘切ってるだけに、うん、盲点になりますよ。そうですね、ポンしたりチーしたりしてからの手配じゃないっていうところがね大きいですね。さあこれはリャンウーピンとサブローソーの選択に入ります。チーソツも切るってことはないですよね。チートイツだけで、そうですね、うん、リャンウーピンがちょっと出てるのでってところでしたね。リャンウーピンを払う選択になりました。ここで白鳥がチー3ピン仕掛けてリャンウーソーウッパーマンのイーシャンテン、どうなんだい、どうなんだい、飛んだ。
4リーチかな。7700ありますよ、もう。でもリーチした方が目立って出やすいがある。うん、出し来てほしくないっていうのが。なるほど、大きいですね。さあ、ここはリーチを打っていく関連層が、これがなんと3枚3山。さあ、と、本田がこれは単山でかわしに行けるか。太郎が追いつくパターンだってある。追いついた。これウーソ切ってリーチだ。リーチなのか。リーチ、リーチだ。リャンウマン血が入るかな。1、2、3、4、5、3対3。でもリャンソーの方がやっぱり出やすい。私ウッパーマンで追いつきましたね。ウッパーマン、パーマンにウーマン1、うん、全員3枚だ。そうですね、リャンマンがちょっとあれだな、いい勝負ですね。いや、放たれるのはリャンソーですよ。一番打たれやすいのはリャンソーですよ、うん。いや、これ白鳥も本田もリャンソー危ないですよ、これ持ってきたら。そうですね、まあ、とにかく今はウーソー、今はね、ウッパソーはいけそうですね。 2枚あるんで、本田はウーソーパーソーでしのげそう、うん。さあ、リャンウマン起死回生、刺激なるか。吐く、怖いよ怖いよ。ウーマン奪われるが一番かわいそうですけどね。ウーマン奪われる、もうルミさん言わないでそんなこと、はい、そんなバカなこと言わないでください。もうすいません、ちょっと思いついてしまって。嫌なこと言う。あー、危ないよ。いや、まだ1回パーソーがありますね。そうか、現物がパーソーですもんね。そうですね、ただあのパス、いや、これパスソーの次が、うん、リャンソーになる可能性高いですよ。そうですね、1枚減って、これなんか2対3かな。2対3ってリャンソー打っちゃうかもしんない、これ。そうですね、降りるならあるけれど打ったね、うん、うわー高いよ。12000は12600。リーチダブトン赤12000の日本馬12600。今日も私はルンルン、ルンルンのリオです。